地元のおばだよな。お前おばでやっとけっておばに負けたわけですよ。それで藤川の戦いって初めて赤い旗の平家の本体を見るわけですよ、うん、頼朝がね、これが本体だと思ってビビるわけですよ頼朝、はい、うわこの平家の本体、うわ俺やっぱり手を挙げなきゃよかったかなと思った時に水鳥の音を聞いただけで、あ奇襲だ源氏は奇襲だ